ごくごくふはーおいしい。今日のテーマはみんなも大好きな牛乳だよ。今和食に牛乳をプラスする乳和食が注目を集めているんだよ。知ってる、牛乳を使った乳和食だよね。さすがサウルスくん、味噌や醤油などの調味料にコクや旨味がある牛乳を組み合わせることで食材本来の風味や特徴を損なわずに美味しく手軽に減塩ができる調理法、和食の欠点であるカルシウム不足も補えるんだよ。この間牛乳、乳製品を使った料理コンクールが宮崎市で開かれて、たくさんの応募の中から最優秀賞が決まったよ。今日はそのレシピを一緒に作ってみよう。わーい、楽しみ。まずは材料だよ。牛乳 45ml、 カッテージチーズ 10g、 バター 10g、 白身魚2枚、塩、胡椒、小麦粉適量、人参 10g、 ピーマン1/2個、玉ねぎ 20g、 片栗粉 20g、 白玉粉 15g、 サラダ油適量。ソースの材料はりんご 30g、 砂糖 2.5g、 酢 2.5g、 醤油 1.5g。 早速作るよ。白玉粉を牛乳で溶いておくよ。片栗粉を入れ、残りの牛乳を入れてよく混ぜ合わせるよ。フライパンにサラダ油をひき、クレープ生地のように焼くよ。わー、クレープだー、大好き。人参、玉ねぎ、ピーマンを千切りにするよ。魚に塩、胡椒をし、小麦粉をよくまぶすよ。魚を裏返して焼くと同時に刻んだ野菜を入れ、蓋をして火を通すよ。いい香りだな。クレープ生地にピーマン、人参、玉ねぎ、魚の順に乗せて包むよ。包んだ方が下になるように皿に盛るよ。ソースを作るよ。すりおろしたリンゴに砂糖、酢、醤油を入れてよく混ぜるよ。クレープ生地に切り目を入れるよ。カッテージチーズを添えてソースをかけたら出来上がり。わー、とっても綺麗にできたね。サウルスくん食べてみて。いただきます。むしゃむしゃ、うん、おいしい。クレープがもちもちしてるよ。お魚とリンゴのソースが絶妙な組み合わせ。乳和食の魅力分かってもらえたかな。来年の2月25日に宮崎市で乳和食講演会を予定しているから、ザウルスくんもぜひ来てね。乳和食おすすめだよー。